札幌のすすき野のホテルで男性の遺体を切断し、頭の部分を持ち去るなどした疑いで親子3人が逮捕された事件。父親で医師の男が事件の後に大量の氷を購入していたことが新たに分かりました。田村瑠奈容疑者と同居する父親の治務容疑者、母親の広子容疑者の3人は、先月1日深夜から2日未明にかけて、 スツキの,のホテルで62歳の男性の遺体の首を切断し頭の部分を持ち去るなどした疑いが持たれています捜査関係者によりますと事件のあと修容疑者が自宅近くのコンビニエンスストアで複数回に分けて氷を10袋ほど購入していたことが分かりました男性の頭の部分は容疑者3人の自宅の浴室で腐敗が進んだ状態で見つかっていて 捜査本部は修容疑者が氷を購入した理由を調べています。